僕はちょっと株元さんに公開で謝罪をしなきゃいけない件がございましてですね。はい、株元社長と一本ということで。はい。流れとしては武田塾に大物オーナー、これから半年ぐらいで 2,3 人大物オーナーがっていう中の2人目ということで、秋葉原校を開校いただいてありがとうございます。ありがとうございます。秋葉原は林さんとの会でも少し解説がありましたけど、なかなかやりたいって人はいたんですけど、よく考えたらみんな辞めるみたいな、まあ、物件もちょっと高いし、はい、ただ僕は株元さんから言われた時に秋葉原がいいよって言ったのは、まあ、2つ表裏の理由があって、はい、1つは秋葉原ってやっぱり大きな駅でターミナル駅でいろんなところにつながってるんですよね、その埼玉とかは当たり前で、まあ、茨城とかからだって TX とかで来れるわけですよ、ものすごくこう集客範囲でいうと広いんだよね、おそらくまあ、ウェブとかも結構ガンガンやられると思うので、それは広い範囲から取れるよっていうのが一つで、これが表で、実は裏はそうなったらみんなその茨城の生徒とかも秋葉原に来ちゃったらまずいじゃないのっていうけど、そうならないのがフランチャイズなんで、まあ秋葉原校がガンガンやってくれれば、そこにつながっているところも流行る、まあ、流行らなきゃならないのが FC なんでね、秋葉原が流行れば上野も流行るというね、そうなかなか考えられないんだけど、それを実証したいんで、そのためにはやっぱり鴨本さんがいいと思って秋葉原がいいということなんですよ。物件もね結構苦労しましたけどね。いやそうですね、あれはなかなかねないんだよね、電気街の方に行っちゃうとオタクっぽくなっちゃうし、メイドとかが並んじゃうでしょ。だからまあの位置はいいと思います。行くからそれが近いし、中央口からね、まあ、学校の前だしね。目標何人ぐらいですか。まあ、上本とか巨人の清水は詳しいんで、基本僕はお金出すだけ担当なんですけど、でもまあやるなら埋めたいですよね。上本さんがだって入って手伝ってるね、宮崎だって1年で50人とか超えるんだから、まあ秋葉原だったら150ぐらいってやばいや、150は入んないかな、責任重大ですね。はい、まあ頑張っていただきたいと思いますね。ということでですね、ちょっとここでモードを変えましてですね、僕はちょっと株元さんに公開で謝罪をしなきゃいけない件がございましてですね、令和の虎ね、で揉めてる事件があるんですよね。12月にですね、その令和の虎の揉めている件について岩井社長が超ロング1時間以上の話を、 K 社長の件ということでですね、動画を流したんですね。これはですね、その動画を見てびっくりしましてね、この K 社長というのは株元社長だと思ってですね、で思うだけならいいんだけど、その後メルマガに書くというですねK 社長って書いたんじゃないですよ、株元社長って言って書いて、もう配信した瞬間に数名の方からですね、竹村さん間違ってますよっていうのが来てですね、大変これ名誉毀損になりました。もう申し訳ございませんでした。あんなしょうもない喧嘩するわけないじゃないですか。僕がそうなんだけど、一応ですね、本当こういうことを謝罪してもしょうがないんですけど、はい、まあ、僕ね、一回この動画でも岩井さんとの対談で、まあ、シャレみたくですね、僕が令和の虎をちゃんと見てない件ということでタイトルあるんですけどね、でまあ酔っ払って見てるんですと、でまあ、そういうことを言ってたんですが、まさにそれでですね、僕は正直ですね、まあ半分ぐらいのやつを半分酔っ払って見てるから、まあ、50% かける 50%、 25% ぐらいしか頭入ってないわけですよ。それでまあだとはいえね、今思い出しても1時間10分ぐらいのやつを40分ぐらい見たんだよね。それでだからね、最初の頃になんか作業服とか言ってたじゃない、あれちょっと引っかかった気もしたんだけどもそれでもやっぱり酔っ払いっつうのはね、はい、ちょっとショックですよ。本当ね、僕のショックだよ本当もういや本当申し訳なかった。だからちょっとね、僕も本当お酒を控えようかと思うぐらいのですね、いやお酒関係なくやってる内容聞いて、僕そんなことしない人間じゃないですか。いやそこがね、はい、やっぱりね、僕ちょうど第一印象が
悪かったって話をこれしてたんですよね、この動画でね。話してる、島袋さん。そう、島袋さんと、はい、第一印象、早稲田にいる特有の第一印象が悪、はい、悪い変なやつと、はい、変わり者と、まあ、早稲田そういうの多いじゃないですか、はいはい、でそういうのがやっぱりね、どっかにあってね、人間つがね本当に申し訳ない、そこを一番謝んなきゃいけないね。そういうのがあったのかな。今でも覚えてるけど、タクシーの中で40分ぐらい見せたと思うんだよな、ね、当時混んでてね、なんかね、いつもだったら30分ぐらい着くんだけど、いやちょっとお酒を控えようかと、まあ思うんですけど、まあ、この頃もね、もお酒関係ないですからそれ見てる時にやってた内容は酔っ払ってる関係ないですから。酔っ払ってるとですね、はい、全部自分の都合がいいようにじゃないんだけどね、はいはい、もうやっぱりね、で後から見たらね、情けなくなりましたけどね、はい、まあ酒飲みの流儀としてやらかしたことをお酒のせいにするのはいけないんですけど、まあこれはもう酒のせいにせざるを得ないって言うんです、まああの週はね、ちょうどあの、火曜日に、松田聖子のディナーショーがありましてね、でちょうど次の日は有馬記念ってことですね、ほとんど仕事モードでないところで、まあ、キャバクラで飲んでですね、まあ、キャバクラもですね、僕らの年になるとね、林さんとか籠本さんとかと違ってですね、こう荒ぶる魂がないからね、もう交感神経じゃなくてね、こう副交感神経で飲んでるから、わかる？全然わかんないです、うん、こうね、猫が撫でられるような感じで飲んでるわけですよ、はい、そうじゃないとなんか飲めない、はい、それでもういい気分でタクシー乗ってみたら、なんと籠本社長と思ってしまったというわけで、はい、まあ、本当に大変申し訳ございませんでした。いやいやいや、全然、いや本当だったらですね、はい、これで秋葉原校のね、はい、集客のビラ配りを3週間とか、はい、やってあげたい気分なんですけど、僕みたいな第一印象が悪いねやつがビラとか巻くと余計に悪いですから、まあそれはやめときますけども、大変申し訳ございません。いやいや、まああのあれ見て株元って思う人がいるんだっていうのが逆にびっくりしてるぐらいですよね、うん、はい、やっぱまだ頑張んなきゃなと。そうだね、こんなこと株元やるわけないじゃんぐらいな感じなのが一般認識だって僕は思ってたんで、それが、はい、どこかで思うと全部、はい、もしかしたらもしかしたらとなっていくというね、うん、はい、ただあの桑田社長だとは一瞬も思わなかったね。いやそう、ね、僕だから桑田社長になれなかった差はやっぱあのちょっと反省ですね、まあ、はい、どうしても喋ると僕の方が謝ってない感じになっちゃうから、大変申し訳ございませんでした、はい、ということで、はい、結論、そんなしょうもないことをするわけないって思われるような人間になれるように反省します。どうも。